これは本当に効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹気になる人の多くがプランクや腹筋いろいろ頑張ってると思うんですけど、実はプランクって四つん這いでやった方がお腹に何倍も効くんですね。プランクなんか全然やらないよっていう方は、実は体幹が必ず弱いんですね。他のメニューじゃ体幹ってあんまり鍛えられないんです。体幹が弱いとお腹のへこんだ姿勢になれないので、脂肪が減ってもお腹って出て見えるんですね。そこで大切なのがプランクです。今回はたった20秒でしっかりお腹に効くんで、見ながら一緒にチャレンジしてください。プランクはちょっと間違えると腰を痛める原因になるので、腰をストレッチしてからメニューに入りましょう。まずはスマホ持ったままで仰向け、膝をしっかり抱えてキープするだけ。いきましょう、スタート。まずはこの状態でね、ちょっと腰を丸めていきましょう。このメニューは朝一とか夜お風呂入る前とかがねおすすめです。朝は腰が痛くなりやすいんで、しっかり動いて、はい、 OK。 それではスマホ顔の前を置いてやっていきましょう。腰が反れないようにお尻を締めてキープ、これが基本になります。今回は足を横に持ってきてこういう状態でやるんですが、さらに効かせるために肘の位置を前に出してみましょう。これでこういう感じでキープ、これを左右20秒ずつまずいきます。いきましょう、スタート。これでしっかりお尻をねキュッと締めてキープ。どうですか、お腹がプルプルしてれば効いてます。うわ、オッケー。それでは反対足です。できるだけ肘は肩の下よりも前です。いきましょう、スタート。頑張って、うお、お尻締めて、できれば体重は足の方に乗せて、よし、 OK。 今度は肘を前に出して両膝ついたままキープ、これでいきましょう、スタート。できるだけ肘は前の方がいいです。頑張って、あと10秒、うわー、 OK。 ラストはうつ伏せの状態から手は万歳、このまま肘とつま先で体を持ち上げる、これでキープです。ラストいきましょう、スタート。これでキープ、きつい人は肘近づけて、うわー、効いてきた、きつい、オッケー、ぐわー、効いた。今度は膝抱えたまま少しね、こういう感じで腰丸めましょう、スタート。プランクはね結構腰にも負担がかかるんで、腰痛めないようにね、お腹と腹筋力入れてキープです。はい、OK。 今回の4種目しっかりできたよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。